にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。なんと私の運転ではございません。友人の運転でございます。そして千葉県に何をしに行くかと言いますと、釣りです。人生4回目の釣りで、私は同行をするような形ですね、経験体験してみたくて、友人がね釣り大好きでして、あのガリシと、ヒーローさんですねの2人に連れて行ってもらって、ヒラマサですか、ヒラマサ、ヒラマサを釣りに行くんですよね。はい、もう長年の夢なんですよね。そうだね、まだ2回目だけどね、ヒラマサ。あ、そうなんだ。全然釣れる気配がないと思う。で、今日は磯釣りということで、もうあらかじめいろいろ調べてですね、こう危険ということもありますので、安全に、皆さんに密着できたらいいなと思っております。それでは、千葉県の下の方までドライブ楽しみます。パーキングエリアで少し買い物をします。朝早いパーキングエリアは久々だな。最近高速乗ってないからな。まだ1時間以上ドライブするので、はい、その間にですね、素人の私からするとちょっとわからないことも多いので、なぜヒラマサという魚を釣り人は釣りたがるのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけれども、なぜ今回ガリシはヒラマサを釣ろうと思ったんですか？最近千葉で釣れると知ってヒーローさんがお疲れの様子で熟睡しておりますね。高速降りまして、今から下道でこっから約40キロぐらい走りますね。下道だとやっぱり景色が見れてドライブがね、助手席でも楽しいですよ。コンビニ着きました。最後の買い出しとトイレ休憩などを済ませて、釣りに向かいます。着きました。まだ朝6時ぐらいですけどね、もう釣り人おりますね。でここからはですね、このカメラ使えないので、そして GoPro 持ってないので、スマホを防水ケースに入れて、撮る形になります。声とか小さくなる可能性がありますのでご了承ください。どんな絵面になるのか楽しみですね。では行ってきます。今日釣れるかね。何かしら手応えあるのは感じてみたいですけどね。私1回も釣ったことないんで、そう簡単に釣れないよね。4回ごときで釣ろうなんて考えが甘いか。うんだよ、状況次第だな。本当ですか。釣れたらいいな。俺は今日ビギナーズラック要員で来てますんで。そうだね、あるからね。そうそう、少しでも確率を、人数を増やして確率を高めると。歩いております。釣り場まで歩いてます。もうね、5分ぐらい歩いてるんですけど、さらにここから5分10分歩くみたいで怯えてますよ。私はあの先に行くって考えられないんだけど、もうすでになかなか楽しい道になっておりますね。まだ歩きやすい。初めてだよこんなとこ来たの。あいよー、ありがとうございます。これはね、まだまあさっきも言いましたけど、全然歩けるレベルなんで、来たことないようなところだから、今のところ歩いてるだけで楽しいですね。ただ油断はするな本当に。あー、水辺が出てきて怖い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 。小魚がいますね。小魚が思いのほか海が綺麗。小魚見てるだけで癒される。ガリシが釣りを開始し始めました。この場所で少しやってからまた移動するのかな。ちなみに目の前はこんな感じです。
続いてヒーロー氏も釣りを開始し始めたようです。俺もやってみますか、少し写真を撮ってからやってみます、挑戦してみます。今ガリシ先生に教わってます。結構ね、やっぱり今まで持ってた竿と違くてでかいんで、ルアーも今までのようにはいかないですね。ほうきのように入って、何でしたっけ？こんな感じ、バシャ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 、あ、すっごい動かしてる。その前にね、俺さっき投げたんですけどね、飛ばせなかった。まず飛ばすところっすね。で、根がかりしないように気をつけないと。了解です、やってみます。あー、結構飛んだ。おー、これでリール巻いてる回数、はい、早速海藻が釣れましたね。前回は貝が釣れたので、今回はそれよりも少し大物ですね。雨降ってきた。だいぶ晴れてきました。暑い。こんなでかいルアーに食いつく魚なんですよね。かなり大きいですよ、このルアー。このルアーが沈むところを見てみたいですね。魚が食いついて、ぜひとも私じゃなくてもいいので、ガリシ、ヒーロー氏、どちらかこう竿がしなるところ見せていただけたら嬉しいですね。私が使ってた竿で見本を見せてもらってます。やっぱ軽く遠くに飛ばすね。あ、すごい遠くで、これだとアップにできないから分かりづらいけど、バシャバシャと水面にしぶきを立ててますね。このね、左右に振る作業だけでも素人の私としたらすげえ疲れるんだよね。暑いし、夏の釣りはすごいわ。ようやくリュウグウノツカイが釣れましたね。これは珍しいですね。ルアーを変えてもらいました。これはなんかさっき言ってたんですけど、一番人気のルアーらしいですね。皆さんおすすめしてるルアーらしくて、すごい釣れるらしいので、多分すぐ釣れるんじゃないかなって思います。このルアーすごくいいですよ。素人目でもわかるこの泳ぎ。魚が泳いでるみたいにうね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 言ってくれる。釣れそう。全然釣れないんで磯遊びしてます。あ、魚いる、ちっちゃいのいる。カニとかいないかな。カニ反射して見えないよね。磯遊びって大人になってもねずっと楽しいんですよ。危ない危ない危ない。あー、ちっちゃいのいるね、たくさん。綺麗綺麗。うわー、楽しい。場所の移動開始です。さらに奥に行くみたいですね。涼しくなってくれたらいいな。まさかのウミガメの亡きがありました。見える船虫超キモいんですけど。ほれほれ、ここが深いところみたいですね。おお、けど下がね、そこまで深くないんだけど、下が滑るからこけないように気をつけないと。結構歩き回って竿を投げるポイントを探したんですけど、小さい岩とかがあってなかなか難しいですね。
これは磯の難しさを学ぶことができました。ほんと難しいわ。限られてますね。広いんだけど、とりあえず投げてみますわ。やべ、やべ、あんまり動いたらカメラブレるよね。やっぱ GoPro いいな。 GoPro のブレ手ブレ補正すごいもんね。これ何、これなんでこんな綺麗にはまってんの。これ硬いし、なんでこんなすっぽりはまってんの。何これ、なんだこれ。先ほどここでおにぎりを食べました。こういうところで食べるおにぎりはまた格別ですね。今いるところがこんなところなんですけど、いいね。連れてきてもらわないと来なかったよ、人生でこういう場所。さらに場所移動しました。先ほどのおじさまがですね、わざわざこのポイントまで連れてってくれて、結構足場悪くて大変でした、来るのが。そしてこの先に行くみたいです。本当はこっから泳いで向こうに行くみたいなんですけど、これはさすがに無理なんで、泳がないでこちらのポイントで投げます。ほとんどの人はあっちの向こう側に向かって投げるそうですね。今までやってたところよりも圧倒的に深いんで、すごくやりやすいです。何も避けるものがない。ちょっとゴミとか海藻浮かんでるんで、それを避ければいいだけ。素人ながら偉そうに語らせていただきました。よし、ちょっと本気出そう。ああ、海藻だらけ、すごく重い。もうスマホの充電が 20% 切っちゃったので、もし釣れた時用のためにこのバッテリーは残しておきたいので、この後のシーンでも結果が分かりますね。それではヒラマサが釣れたシーンをどうぞご覧ください。駐車場に戻ってきました。スマホの充電が気がついたら切れてましたね。すごく海が綺麗です。来てよかった。腕まくりしてたらすげえ焼けましたね。そんなに日が照ってる感じじゃなかったけど、さすがだわ。コンビニでスイカバー買いました。あえて外で食べます。はい、無事釣りを終了して、キロをたどっております。そして本日の釣果がですね、予想通りでしたね。はい、どうでした、平間さん。というわけでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。釣りで本当楽しかったです。またこうしてね、みんなとできたっていうのと、貴重な体験できました。初めての磯釣りっていうことで、一人じゃ間違いなくいけなかったんで、またぜひやってみたいなっていうふうに感じました。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。